横浜の球場に20年間の現役生活を終えようとする男がいた。寂しすぎる消化試合、バッターとして考えられる勲章の全てを手にした天才、落合博満。その数々のタイトルも、あの王貞治でさえ成し得なかった記録でさえ、その強すぎた自我が作り上げてきた自分へのこだわりが男の美学だ。